タンジャーブール・マラーターは、南インドのタミル地方に存在したヒンドゥー王朝。首都はタンジャーブール。マラーター王国の始祖シバージーの弟、ビアイ・コージーが建国した王国である。ビアン・コージー1673年9月、タンジャーブール・ナーヤ・カーサが、マドライ・ナーヤ・カーサに滅ぼされた後、マドライ・ナーヤ・カーサは、王帝・アらぎナーヤカに統治させたが、 タンジャーブールナーヤカアサの一族チェンガマラダーサの反抗を受けた。1675年、チェンガマラダーサがビジャープル王国に援助を求め、ビジャープル王国の宮廷は援軍の派遣を派遣を決め、バンガロールのビアンコージーに出兵を要請した。同年あるいは1676年1月12日、ビアンコージーは荒ギリナーヤカを破り、タンジャーブールを占拠したが、 ビジャープル王国に命じられていたにもかかわらず、チェーンガマラダースを大いにつけず、自らがタンジャーブールのラージャだと宣言した。その理由としては、ブヤンコージーがチェーンガマラダースに戦費を要求した際、それを拒否したからだという。ここに、ビヤンコージーをおそとした南インドのマラーター国家である、タンジャーブールマラーター王国が成立した。 サラボージー1684年があるいは1685年、ブヤンコージーの死後、シャーフージーがその王位を継承した。シャーフージーの治世、1686年に名目上の中誠を誓っていたビジャープ両国がムガル帝国に滅ぼされた。また、1689年にマラウター王、サンバージーが殺害されると、弟のラージャラームはシェンジへと逃げた。 1687年、ムガル帝国にバンガロール一帯を奪われ、後にこの地はマイソール王国にジャーギンイルとして与えられた。とはいえ、1698年、ムガル軍が戦時を落とし、デカンへと主力が戻ると、シャーフージーは領土の奪還に成功した。1712年、弟のサラボージーが王位を継承した後、かねてからのマドライナーやカチョ長やラームナードの、 パーライアッカーラルとの領土争いは激しくなり、マラバ継承戦争が勃発するとこれに介入した。その弟トゥッコージーの知性、パーライアッカーラルの反乱やカルナータカ大主に、脅かされていたマドライナーやカーサの女王、ミーナーク氏の援助を行った。だが、1736年に、チャンダー・サー・ヒブは、もう一度マドライナーやカーサの領土に侵攻し、その首都ティルチラパリは落とされ、 王朝は滅ぼされてしまった。1736年、トゥッコージーが死亡し、その息子ビアンコージー2世が王位を継承すると、王国の政権は、献身のサイードに握られた。1738年、サイードは、ビアイコージー2世の日であり女王数バアイ合を廃し、サラボージーの息子シャーフージー2世を王とした。さて、マドライナーカーサが、カルナータカ大衆に滅ぼされた後、 タンジャーブール・マラーター王国への攻撃は、激しさを増すようになっていった。シャーフー G2 世はそのため、ナーガ・パッティナムのオランダ東インド会社や、セント・デビッド要塞のイギリス東インド会社に、接近して、助力を求めたが、失敗に終わった。1739年、これが、カルナータカ大使の娘ムコ・チャンダー・サー・ヒブの知るところとなり、タンジャーブールは侵攻された。 シャーフー G2 世は、マラータ王国に、救援の手紙書いたが間に合わず、首都タンジャーブールは落とされ、彼は、廃位された。プラタープシング首都占領後、ビアンコー G2 世の弟である、プラタープシング新たな王となった。彼は、検診サイードを殺害し、1740年には、戦王の要請でやってきた援軍と共に、カルナウタカ大衆の軍勢を駆逐した。だが、 1743年に、ニザーム王国の軍勢が、南インドに遠征で侵入し、8月に、ティルチラーパリを落とすと、タンジャーブール・マラーター王国は、その中属下に置かれ、効能を払わざる得なくなった。1748年以降、カルナー・タカ地方政権とニザーム王国の継承問題により、第二次カーナティック戦争が勃発したが、プラタープシングは、 イギリス側のムハンマドアリーハーンとナーシルジャングに味方した。1751年6月12日、プラタープシングはイギリスの依頼によりタンジャーブールに逃げていたチャンダーサーヒブを処刑した。1758年、第3次カーナティック戦争が勃発するとフランスがタンジャーブールに向けて進軍したため、プラタープシングはイギリスに味方し、イギリスの正体とともに フランス軍に散発的な攻撃を行った。トゥラジャージー2世1763年12月16日、プラタープシングは死亡し、息子のトゥラジャージー2世が王位を継承した。だが、カルナータカ大使、ムハンマド・アリー・ハーンは、カーナティック戦争の負債から、タンジャーブール領を狙うようになった。1773年、ムハンマド・アリー・ハーンは、財政難のため、 マドラスのイギリス東インド会社職員らの援助を得て、タンジャーブール・マラーター王国を併合するために侵略した。これにより、同年9月17日に王国は併合され、彼と家族は投獄されただが、イギリス東インド会社内から、この併合に関して批判が高まったことから、1776年4月11日に、タンジャーブール・マラーター王国はイギリスによって復活し、 トゥラジャージー2世は福井した。なお、彼は福井の条件として、軍を解散した上で、イギリス軍が領土に駐留することを認めることを承認させられた。1780年、マイソール王国とイギリスとの間に、第二次マイソール戦争が勃発すると、マイソール側のハイダルアリーはしばしばタンジャーブールの領土に侵攻した。結局、トラジャージー世は、 ハイダルアリーに忠誠を誓ったが、マイソール軍に王国の領土を略奪、破壊され、大勢の人々が連行された。1784年だけで、ティプスルターンによって、タンジャーブールから2万人の子供が連行された、と当時の宣教師、クリスチャン・フリードリヒ・シュバルツは語っている。マイソールから受けたタンジャーブールの被害は甚大で、1782年までに、 王国の経済生産校は1780年の段階に比べて9割減に落ち込んだとされる。この襲撃はハイダラカラムという動揺で語り継がれ、その復興は19世紀になるまでままならなかったという。サラボージー2世1787年、トゥラジャージー2世の死後、その養子であるサラボージー2世が王位を継承し、戦王の弟アマルシングがその摂政となった。 1792年7月12日、アマルシングは、イギリスと軍事保護条約を結び、イギリス軍の駐留費用の負担、外交権の放棄などを定められ、実質的に保護下に置かれることとなった。また、翌年に彼は、イギリスのマドラス政長から正式な王と認められた。1798年、サラボージー2世が王位を主張したことから問題が発生し、 同年6月29日にアマルシングは退位し、サラボージー2世が復位した。サラボージー2世の治世は、イギリスの保護下の下、長く平和が続き、マイソール戦争の戦果は徐々に回復していった。また、その治世は、タンジャーブールを中心とした地域で文化が非常に発展した時代でもあった。1855年10月29日、サラボージー2世の息子シバージーは、 息子なくして死亡し、タンジャーブール・ハン王国は、執権の原理により、イギリス領へと併合された。王国の地図タンジャーブール・マラーター王国の君主らは、宗教に関しては、非常に寛容で、官職においても差別することはなかった。彼らは、ナゴールのシャイフ・シャフル・ハミードの性病を保護していた。また、王は、統治にあたり、数名の大臣や、顧問などによって補佐されながら統治した。 その役職には、マントリ、ダラバーイー、プラダーニー、ディーワーンなどがあった。ダラバーイーは、軍総司令官の役職でもある。国家はいくつかの州及びその他行政区画によって分けられ、これらの州は5つあった。タンジャーブール・マラーター宮殿、ダルバール、ホール初代ビアンコージーをはじめ歴代の王は、タミル語、テルグ語、サンスクリット語などの文学を非常に愛したことでも、 知られている。彼らは、こういった言語の楽曲もこよなく愛し、時には自ら作成することもあった。また、18世紀を通して、王の保護のもとに、様々な文学作品が作られ、文化に関しては、南インドにおける文化の集積地でもあった。これらは、特に19世紀、サラボージー2世とその息子、シバージーの知性に栄え、彼らは、 数多くの文芸作品を自ら残した。サラボージー2世は、サラスバティマハル図書館の大規模増築を行い、彼の所持する膨大な図書や原稿を収めた。また、サラボージー2世は、インドの書語のみならず、英語やフランス語、ラテン語など、外国の文化も非常に愛したことで知られている。ありがとうございます。